政治協定に達成します。呼吸をして相手を動かすわけです。先を吸って、今度は先を吸って上げといて緩めて落としたけど、今度は吸って上げるわけです。ところが吸って上げたのに吐いたら緩むわけです。すると吸って上げて緩めて落とす。これはさっきの。今度は吸って上げてそのまま行っちゃうわけです。浮かされる。で浮かさない。だから相手の基本って相手上げと思ってるけど、相手を横隔膜という上をこの中取って脇に取って浮かすことが、だから釣りに近い。手で行くと思うのか、簡単に止めるでしょ。これがだからこうなるともう刃筋も全てがずれてくるから、ここできっちりと寄せたとこへ足が入れるわけですよね。でそれが場合だからこれで、で、これがある程度この位置できっちりとここで中心踏んで、ここで力抜いたらここへ、ここで力抜いたらここへ、この違いがあるんですよね。こっちを振るとこうなります。要はこの違いでここでちゃんとこの位置へ当たるかどうかします。だから今度これを寄せてこのまま入っていったら崩せるかどうかですよ。だからその心しないでバン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 やっちゃうと、それがもう全然ただ叩くのが目的になって、要するに逃げたい、それを崩していけるかどうかですよ。ちょっと二人もやってみてください。顔はそれで持っといてという話でも揺れない位置で持つのも一つの技術です。そうです。だからこうやって肩の力を抜くっていうのは同じなんです。だから内立ちとか受けがそのなんていうの、練習にならないんじゃなくて、ほらこれでも自分の癖がこっち行く。言い方合ってるし。そう。あの景気はいいんですよ。はい。腰が入って浮いて、これが入れるです。で、戻ってつける。抜いてくる。おお。つける。入れる。
つける、うん、これが倫理じゃない。ゴブゴブの状態から入れる、つける、うん、なんか問題ありますどうぞここがまっすぐ上がって、ピラリンストーン。ストーン。この時もだから、これですよね。オーバーで言うと、こういうことですね。もっと一致してくるわけですね。それはだから、あんまり上下しないように、ストーン。こう当てるんじゃなくて、こっちで当てたいわけですよ。その準備なんだ。この準備なんだ。で、常に物打ちがここになかったら、肘が上がる。で、これでこのままヒュッと。ちょっとまっすぐちょっと見てみてください。ライトショー。今度はこれで回して、これで回して、こっち、こっち。だから意識をこう、パッパッとこう変えていかなきゃ。